サリカ、本日もですね、ここペチャ分から元気にお届けしております。今日はですね、毎週金曜日に、マーケットがね開かれておりますので、まあ普通のね、マーケットです。特別なマーケットじゃなくて普通のねマーケットに来ております。はい。じゃあね、中へ入っていきたいと思います。今日はですね、ホリーランドのラーク M1 のね、マイクをつけておりますので。マーケットでね、どんな感じで音が取れるかをチェックしてみたいと思います。ノイキャンがどうかっていうのもね、チェックしながら、マーケット回りたいと思います。それでね、ざっと見てね、もう 100% の人がマスクしてるという感じですね。はい。マスクしてない人はいないですね。はい。こちらのね、ココナッツジュースはね、砂糖がね、一切入ってないと。マイミーナプタンじゃない？たましゃーしゃー、そうそう、あ、安全なココナッツジュースですね。おお、すごいな。ホルモンって感じですね。ザホルモン。青マンゴー。今ちょうどですね、寒気になったばかりで果物がそんなに多くないですね。はい。こういうワッフル系ね、ワッフル系は10バーツです。はい。あ、これあれだ、韓国唐揚げですね。はい。これもなんか今タイで結構流行ってますね。毎週ね、金曜日空いてるマーケットで、普段の日は空いてないです。土日も空いてないです。はい。うん、これ美味しいね。卵の10バーツ、これ安いですね。ニーノイドゥーコンかだいま、うん、アライミーン。ココアか、ココアの専門店ですね。ココアの45バーツ。これだけ専門店やってるぐらいだから美味しいのかもしれないね。それかココアヤンディオーナか、ココア。ああ、こういうイカ焼きが10バーツですね。はい。ソムタン、ソムタン。まあ一旦ですね、ぐるっと、マーケット内をね回ってみたいと思います。はい。結構ね、広々とした、ペッチャブのマーケットになっております。はい。で、向こう側まであります。はい。結構ね、この中心地全部ね、止めてるような感じでね。はい。はい、こういうね、音楽が鳴り響いてるところが、マイクがね、どんな感じかどうか。これ今現在ですね、ノイキャンはオフになってます。はい。じゃあここでね、ノイキャンをオンにしてみましょう。はい、これでね、ノイキャンがオンになっております。はい。いかがでしょうか。ノイキャンの威力はどれほどでしょうか。マーケットでね、音楽がガンガン鳴ってる中でどれほど声が拾えてるでしょうか。はい、またね、ノイキャンをオフにしました。はい。
でもまあ毎週毎週こうやってみんなそれぞれセットするんだから大変は大変だよね。はい、まあ洋服屋さんから何から全部ありますね。はい、はい、こちらでですね、エビをね買っていきたいと思います。はい、エビを久々に食べます。これの大きさで100バーツですね。はい、これ肉もうまそうだね、これね。おお。このね、この肉うまそうだね。ヤニ食べれんの？ああ、オッケーオッケー。じゃあヤニ、豚のステーキを食べな。ホッカー、あの草でね、65バースですね。あ、これ結構胡椒が効いててうまそうだね。粉天、粉天をね買いたいと思います。いや、粉天久々だな、食べるのかな。パースいっぱい。こちらもですね、1つ10バーツなんで、5つね、買っていきました。はい、いやまあ程よいね、程よい人の込みでいい感じですね。はい、あ、これね美味しそうだね。このね、この塩焼きそば系美味しいですよね。はい、焼きそばもね20バツですからね。はい、いやでもまあ20バツね、前は60円でしたけど今80円ですからね。はいはい、まあ、今ですねちょうど5時ぐらいですから、まあそんなにね人がいっぱいまだいないですね。はい、これからですね。はい、向こう側に、町の向こうにはね、家屋の山々が見えます。でテーブルがねこんな感じでセットされているので、はい、まあ、みんな結構学生さんも多いね。今ね音楽がガンガン鳴ってる中で喋っております。はい、今現在ねノイキャンはオフになっておりますので、これからねノイキャンをオンにしてみたいと思います。はい、これでねノイキャンがオンになっております。いかがでしょうか、声の入りはいかがでしょうか。はい、まあここはですね、あそこ舞台があるように夜はおそらくねちょっとしたコンサートがね、あると思います。はい、でね、こんな感じでこの周りもねいろんなお店があります。ね、このおにぎりのねパッケージ日本語が書いてありますから、これ日本の業者が卸してるんだね。こういう多分商売もやっぱちゃんとあるんですね。あー、なるほどね。やっぱこれは日本の特許だよね。違うか。
はい、こちらね、辛いやつ、うん、めっちゃ辛い、うん、うまいうまいうまい、おしゃれなこういう、あ、これでも結構本格的な、本格的なバーっていうか、あのあれですね、カフェバーですね、これ結構本格的かもね。まあこういう本格的な40バーツですね。あ、40バーツ、カフェイエン。コールドが50バーツ。いや、45バーツか。ホットが40バーツ。こういうお店結構ね、美味しいと思いますね。はい、タイもこういう美味しいね、おしゃれな、こういうカフェっていうかね、お店が増えてきましたね。こういうマーケットでもね。はい。これ鮭のね、おにぎりですけどもね、やっぱね、日本人にはかなり甘い、醤油も甘い、ついてるやつ、僕が作った方がうまい。まあね、タイの屋台ですから、15バーツですからね。はい。でしかも7個買って100バーツ、さらに安くなってると。ケン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 。オーケー。いやー、いい感じで夕焼けになってきましたね。